こんにちは、佐向由香です。今月は9月19日に開催される森山武雄ジャズナイト2009をご紹介します。アーラ開館以来毎年恒例となったこのジャズコンサート、蟹市在住のジャズドラマー森山武雄さんを中心に、アーラならではの顔ぶれとその迫力のある演奏は毎年大好評。市内だけでなく全国から大勢の方がアーラにやってきます。またこの山下トリオは今年で結成40周年、今年はスペシャルゲストとして5年ぶりに山下洋介さんをお迎えし、40周年にふさわしい華やかなステージが期待されます。私にとって山下洋介は友というよりも勝負の相手です。やっぱりそこは真剣勝負ですから、始まると負けるわけにはいきません。ですから非常にその人とでないと作れないものをあっという間に作れてしまう、こういう関係だと思います。私とアーラでやるときはラッパの人にもサックスの人にもトロンボーンの人にもいつもとは違う、ここでは絶対やってやるぞっていう、そういう気持ちにさせるように持っていこうと思っています。さあどう持っていくかが勝負ですけど森山武雄ジャズナイト2009は9月19日土曜日午後6時半から開催します。今月のおすすめ公演はひまわりの棺です。9月21日の終演後にはアフタートークもございますので、ぜひお越しください。父、母、兄、妹、何も言わないで、それぞれの愛がすれ違う。芥川賞作家ユー・ミリが描く在日韓国人一家の悲しい愛の物語。あなたは私を愛していますか？ひまわりの棺。今月のもう一つのおすすめ公演は9月から10月にかけて行われるアーラ映画祭2009です。今月はその中から9月5日、6日に上映される作品をご紹介します。今月は森山武雄ジャズナイト2009、ひまわりの棺、アーラ映画祭2009をご紹介しました。チケットの購入は文化創造センターのホームページまたはインフォメーションまでお問い合わせください。皆様のお越しをお待ちしています。